佐藤美希朗です。いらっしゃいませ。マシボよ。みんな唐揚げの山の隙間からこんにちは。唐揚げ祭りじゃ。私ですね、めでたいことに誕生日を迎えることになりました。イエーイ。唐揚げありがとう。25歳になったということで、もう今日はね、唐揚げをぶちかわしていきたいと思います。幸せ。もうね、手作りしたんだけど、見てこのもう色とツヤともいい、もう最高の唐揚げが出来上がりました。最高よ。これもうお弁当屋さんで言ったら大行列よ。でも様々な調味料用意しましたので、かけながら食べていきたいと思います。このために朝から何でも食べてないんだけど、マジで幸せ。どうしよう。そしてお供に、なんか唐揚げにはレモンサワーが合うっていうのをちょっと小耳に挟みまして、ちょっとレモンサワー飲めないんですけど用意しました。イエイイエイ。今日は飲めるかもしれない。ちょっと大丈夫そうなやつを選んだんで、多分いけると思う。私レモンサワー飲むとめちゃくちゃね、酔っ払ってしまうっていう、そういうなんか弱点があるんですけど、ちょっとね、待って、朝からも食べてないんだよ。ちょっとじゃあこの一番上のいただき、いただきまーす。そしてここで一気にレモンサワーで流し込む。朝から我慢してた甲斐があったわ。このレモンサワーならいけるかも。めちゃくちゃ美味しいんだけど、どうしよう。多分これ見てくださってる方は1週間以内に唐揚げが食べたくなる呪いにかかります。ビビでバビでアゲね。しかもね、これね、ニンニクスライスして、まぶして揚げたんですよ。だからもう衣にニンニクがごっつり入ってるから。いただき。うまっ。外側にニンニクまぶしたの。大正解だね。ニンニクがゴーンくるんだけど。みんな、匂ってる？おいしい！もうニンニク爆弾だよ、これ。もうニンニクが、多分見えないと思うんですけど、ニンニクが死ぬほど、周りにくっついてる。うん、まっ！ちょっと待って、そのままで結構食べ進めちゃってるけど、そろそろ調味料としますか。じゃあその前に。ちょっと調味料いきたいと思います。柚子胡椒を、ちょっと柚子胡椒をつけて食べようと思います。マジで柚子胡椒は本当に美味しいから。うえわさびかな、わさびじゃない、柚子胡椒を、イエーイ。ちょっとここにキープしとく、補欠。うわ、もうちょっとのせちゃおう。柚子胡椒ごっつり！いただき！柚子胡椒、やっぱいいね。こういう時に力発揮してくるから。柚子の香り、生姜切れんくるよ。美味しい。ちょっとこのまま食べたい。むしろ。これちょっと本格的な柚子胡椒だね。ここに。うまっ。幸せなんだけど、手作り唐揚げだよ。これお弁当屋さんで売ろうかな。いただき。うん、見てこのジューシー。
めちゃくちゃ柔らかく揚げられたんだけど、外パリパリで、外サクサクで中超ジューシー。やばい、肉汁落ちそう。肉汁落ちそう。見て、中めちゃくちゃジューシーなんだけど。私、唐揚げ屋さんになるべきだったんだ。ちょっと間違えちゃった、転生。まあでもこれからでもなれるよね。ちょっとレモンいきたいと思います。このてっぺんこちゃんにかけます。おいしい。唐揚げでレモンかけるのはね、犯罪らしいですよ。さっぱり。ちゃんとカラカラの部分もあって、中はめちゃくちゃ柔らかい。最高の唐揚げができたかもしんない。ちょっとお腹の緩めます。はあ、キャパ拡大。やっぱ誕生日なんで、ちょっとご褒美に。ああ、誕生日最高。ちょっと下に野犬がいるので、ジャーキーで追い払いたいと思います。ほら、こっちだよ。追い払いました。次、マヨネーズでいってみよう。くるくる。もう何でも合うからね、唐揚げには。マヨネーズ。クリーミー。うまっ。私、もしかしたら私 YouTube で初めてお酒飲んでるかも。みんな乾杯。おいしい。うまいんです。なんか調べたらポン酢も合うらしいので、ゆずポンをちょっと紹介します。どういう感じで食べればいいんだ。ゆずポンが合いますって書いてあったんだけどさ、浸せばいいのかな。浸します。うわ、これ原液で大丈夫そう。うわ、見て、しっとりしっとりになった。いただきます。こんな食べたら鳥になっちゃうね。ちょっと辛いのいってみたいと思います。このね、この辛いソースめちゃくちゃ大好きなの。マジで美味しい。なんかカリブの味って書いてあるんですけど、カリブの味ちょっとわかんないんだけど、ハバレロソース。辛いけど、これはあんま辛く、辛いんだけど、ちょっと適量。やばいやばい、垂れる垂れる。これ辛いんだよね。辛いのがまたいいのよね。いただきまーす。パンチがすごい。やっぱ辛いのも合うよね。美味しい。もう噛んだらもう肉汁がジュワーくるんだけど。とか言って、私のお腹の限界が訪れました。全然まだ残ってる。残りは今度食べようと思います。めちゃくちゃ美味しかったんだけど、100個とか言って、全然100個じゃない、プラス全然余ってるんですけど、やばい、どうしよう。のぐらいちょっと家族と後日食べます。みんなこれも大絶賛してくれるだろうな。ということで、誕生日は唐揚げを爆食いしました。爆食いってるようでもない。あー、食べたわー。鳥になる準備はもう満タンよ。